大宮のスタメンです。キーパーが南雄太、ディフェンスラインは茂木、西村、田代、小野、中盤に大橋、大山、小島、ウイングに高田、奥貫、中央に川田の 4-3-3 を予想しています。そして半田陸、前4枚います。国部、低いボール、藤本簡単じゃないと思いますよ、このぐらいの風だと、はい、変化をつけてきた。小島から大山、高田キープします。ここで折り返した西村、半田から右サイド、国部、藤田、ニアゾーンを取って折り返し、いやこれは指はペナルティスポットさせてますね。決めました。オチさん、はい、後半の入りとしては中野、そして芝山、一つずつ、まあ、見せているようにも見えます ね。ただもっと深くまでなんかこう自分で運んでっていいような気はするんですけどね。小島から大山、そして右サイド中野、折り返し、ヘディング、うん、ですけど、はい、点取れる時とか崩す時ってそれがバッチリ合うわけですよね。中野が自分で打っていった。後藤しっかりとキャッチしています。切り返す、一旦戻して、ここからダイレクトで上げていった、西村、一気に前に送る、打っていった、コース変わりました。今度は右サイド、茂木を使います。近い位置の武田は使わず、もう一度サイドチェンジ、シュートいった、川田、胸コントロールから、まだボックスライン、川田キープして、バッター小島、武田、そうですね、この茂木選手の攻撃参加、ワンタッチで菊池、中に入れていく西村、中野、まあ、基本的には西村選手の頭に何回入れられるかっていうところだと思いますけど、競り合いからつなぐ、大きくクリア、おお面白い、前線に送っていく、胸コントロールから浮かした、ミートできません西村、のしかかった、その前半45分の中での2つの失点というのが重くのしかかったなという。